今日は久々のスタメンが古巣岡山戦でした。どんな思いでピッチに立ちましたか？そうですね、まあ、一番在籍の長いチームが岡山ですし、すごい感謝しているチームなので、まあ、久しぶりのスタメンっていうのはこの岡山でできるっていうのはすごい楽しみでありました。試合は1対0見事な勝利でしたけれども、ご自身ができたところ、もっとやりたかったところあれば教えていただけますか？まあ、シュート打ちたかったですけど、1個手前のところでずれたりとか、まあ、惜しいところまで行けてたのは良かったんですけど、まあ、シュートは打ちたかったですね。でもまあ前半はいいテンポでボールを動かせましたし、やっててすごい楽しさはありました。そしてチームとしての攻撃の成熟度というのはいかがでしょうか？まあ、普段はスタメンで出てなかったので、まあ、外から見ててすごいテンポもよくつなげてるし、まあ、得点もすごい多いですし、まあ、そういう意味ではすごい成熟してるんじゃないかなと思いますけど、まあ、その中に今日自分が入ってどれだけできるんだろうっていうのは意識しながらやりました。まあ、試合後ですが、岡山サポーターのコールもありました。ご挨拶に行かれてましたが、いかがでした？そうですね、ホームに来てもらった時に挨拶できなかったんで、まあ、こっちに来た時はしようっていうのは決めてて、まあ、温かく迎え入れてくれたんですごい嬉しかったです。たくさんの方の応援を受けて、残り今シーズン2試合となっています。ご自身はどんなプレーを見せたいですか？まあ、得点は決めたいですけど、まあ、チームの勝利のためにできることを一番やりたいなと思いますし、残り2試合なんで、リーグ戦は連勝して、J1 昇格に向けて頑張りたいと思います。